こんにちは、ケンジェルです。お元気ですか？短いビデオにしていこうかなと今年言ったばかりだけれども、結構長いビデオなんかがあったりして、これも短いビデオにトライします。3月後半になりましたね。元気ですか？どうですか？みんな、私はエナジーアップデートを伝えたいと思いますが、ここ 2,3 日ものすごいエネルギーアチューメントを受け取って、今年で一番元気な数日を過ごしています。動き続けて夜も寝ないで、いろんなことを行っていて、作業を行っていて、お仕事をしていて、お家のことでもいろんなことをしていて、ジムで運動して、お買い物に行って、ちゃんとミーティングをお話し、友人とおしゃべりしたり、どんなに活動していてもエネルギーが有り余っている、そんな感じの数日間を過ごしています。これは人によって違うと思います。私とは逆にレインボーウェーブ、ソーラー、プラズマウェーブ、このアセンションのエネルギーです。地球、太陽から来る、太陽の向こうからやってくる、地球のコアからやってくるエネルギーは、私たちをいろんな人によって、私のようにものすごいエネルギーを感じるという、全く逆で、寝ても寝足りない、とっても疲れた、眠いと、訴えている人々もいるので、その感じ方、そして体や魂や感情、意識、マインドの面で受け取り方は、このエネルギーをどのように自分が吸収していくかは、それぞれ人によって違うので、自分が私のようにすごいパワーを感じないからと言ってがっかりしないでください。眠い、まだ、そしてまだ リリース、必要のない過去から、過去性から、魂の中に刻み込まれた意識の中、潜在意識の中に刻み込まれたものも、何もしなくても、もう、セッション、セラピー、メディテーションとかをするのはとっても素晴らしいこと、大切なことかもしれませんが、たとえ何もしていなくても、全くそのようなスピリチュアルなワークをしていなくても、ヒーリングのワークをしていなくても、これらのエネルギーがそれをリリースしようと、私たち人間、全ての人間、動物も含めて導いてくれているのです。全く目覚めていない、アセンションの案の字も知らない仲間たちはいますが、その人たちもみんな、その仲間たちもみんな、やっぱりシフトされていって、やっぱりディメンションの変化をこれからみんな経験していくのです。だから、毎日メディテーションをしていない、アファメーションをしていない、ヒーリング、エナジーヒーリングをしていない、ヒプノセラピーをしていないという人々、したことがないという人々もちゃんと浄化されていて、リリースが、ヒーリングが自然に、無理やりに行われています。だから、安心してください。そのような時には、まだ疲れを感じたり、悲しみを感じたり、感情の揺れを、感じたり、いろんなことがあります。そして最後にまた一つ私がシェアしたいことは、今たくさん見られていると思います。日本のコミュニティの中でも、アメリカのコミュニティ、これはスピリチュアルなコミュニティだけではありません。人々のいろんなグループ、会社、家族間の中、私たちのこの人間社会の中で、リレーションシップ、どんなリレーションシップもそうです。恋人同士、夫婦、親子、会社の同僚たち、学校でもみんなそうですけれども、スピリチュアルコミュニティももちろんそうです。ライトワーカーコミュニティでもそうですよ。このような私たちは、アセンションに導くためにメッセージを伝えている、メッセンジャーとか言われている人たちもみんな、これ今からシェアするメッセージに含まれていますが、今この集合のレベルで、集団の浄化とリリース、カルマの解消と ヒーリング意識のシフトが行う、無理やりか、または積極的にか、望んでか、いずれにせよ行われています。そんな時に、全く私たちは
スピリチュアルな、例えばスピリチュアルなこのライトワーカーのコミュニティの人々、ライトワーカーたちと言われるエンジェルたちと言われる人々の中でも、まだまだ癒されていた、まだ気がついていなかった、癒されていなかったということにさえ気がついていなかった部分がこうやって表面に出てきているので、それがトリガーとなって、引き金となって、なんて言ったらいいんだろう、昔、もう昔に卒業していたと思っていたような行為、習慣にまた逆戻りしてしまったかのように、私たちは原始化、対抗している、そんなような、感情面で、意識の面で、そのような現象が今あちこちで世界中のコミュニティの中、人々の中、人類のこのリレーションシップの中で行われています。それがはっきりと明らかに至るところで見られています。 YouTube の中でも Facebook、 ソーシャルネットワーキング、 LINE や Twitter、 Instagram、 テレビのニュース、学校や職場で行われています。それは私たちが許しなさい、お互いに違いを認めて、それでも理解し合い、愛し合いなさい、人との違いを、意見の違いをちゃんとリスペクトしなさい、許し合って理解して和解しなさいというのが、全くもう何十年も何百年も前に忘れてしまったかのように、またお互いにスピリチュアルな人々も、アセンションのメッセージを伝えている人々も、目覚めていると言えるはずの人々も、あれ？と思ったように、指の差し合い、ジャッジメント、仲違い、陰口、ゴシップ、そのようなことが今見られています。ゴシップ、抽象、ジャッジメント、非難、それは本当にバイブレーションを下げてしまいます。私たちの波動を低くしてしまいます。それは全く私たちを目覚めから、アセンションから、ディメンションを超えて変えていくのは、意識を高めて波動を高めていかなければいけないのに、遠ざけてしまう、本当に後ろを向いて、くるっと振り回る、後ろを向いて、こうやって後ずさりは後ろを向かなくてもいいんですよね、してしまうようなものなのです。愛のコミュニティ、愛と光、アセンションのコミュニティ、ライトワーカーたち、光を使ってワークしていく、光を照らしていく人々が、どうして違う意見を持った者たちを、違うチャネリングメッセージを下ろしている者たちを、違うヒーリングメソッドを使っている者たちを非難するのでしょうか、指を刺すのでしょうか、比べ合うのでしょうか、私の方が正しい、私の方が人気がある、私の方が成功している、私がそして陰で抽象、気をつけなさい、陰であの人は悪魔、あの人はネガティブなエンティティとワークしている、そのようなことも実際にたくさんあるのですが、それを名指しで、人々を名指しで取り上げたり、グループでいじめたり、アタックしたり、その人のワークを、その人の普段の生活を壊してしまうような、その人の、その人に悪いレッテルを他から貼らせてしまうようなメス、ゴシップや抽象、非難をするのでしょうか。意見の違いは仕方がないのです。この地球上は、この三次元の世界は、もうありとあらゆる何万、ミリオン、無限という違った考え、思想があって、違ったものが存在するのがこの三次元の世界ですよね。だから意見が違う、自分とはちょっと違うぞ、自分とは、私はちょっとこの考えとは違うから一緒にワークしづらいぞと感じたら、そのまま愛を持って、そして正直に気持ちを伝えて、じゃあしばらくはちょっとだけ違うワークをしてみましょうと話し合って、リスペクトし合って、応援し合って、愛と光を送り合って、セパレート、別々の道を選んでいくのは
仕方がないし素晴らしいと思います。でもそういうことを、そういうライトワーカーとして目覚めたソウルたちとしてフェアな行為を、行いをすることが、することをせずに、もう昔からの嘲笑い、中傷の試合、指の差し合い、ゴシップ、非難、このようなことを陰でやったり、誰かを巻き込んで嘘の情報を流したりするようなことは、本当に私たち今目覚めている、そして目覚めつつある私たちにとって一番それは波動を下げてしまい、私たちが過去に、そして3次元のタイムラインに逆戻りしてしまう行為であり、エネルギーです。それらのエネルギーを私たちは引き寄せて、自分たちをどっぷり使って、そのエネルギーに使ってしまう行為となります。とても悲しいことだと思います。全く変わっていません。今こそ誰かを超えてロープで吊るし上げたり、十字架につけたり、銃で撃ったり、切り殺したり、そのような血を見ることがなくても、後ろから刺したり、実際に刀で刺したりすることがなくても、命を失う、この体を奪われるということがなくても、全くエネルギー的に戦争の殺し合い、刺し合い、後ろから不意に刀でナイフで、見ていない、気がついていないソウル、人のソウルを奪うことと全く同じです。同じ行為です。同じエネルギーです。昔のタイムラインに戻ることは私たちはやめていかなければいけません。3次元にこうやってスパイラルのように今度は逆転して戻ってしまうことをやめていかなければいけません。そのためには仲間たちが、ライトワーカーたちが、コミュニティのグループが、家族が、夫婦が、前の恋人、今の恋人たちが、それらのあいつのせいで、お前のせいで、あの人のせいで、あの人はダメ、この人はダメ、あの人はネガティブなエンティティだ、あの人はネガティブだ、あの人は目覚めていない、あの人は癒されていない、あの人は病んでいる、そのようなことをやめていかなければいけません。私もそのようにジャッジしてしまうことが今でも時々あります。その時にハッとすぐに気がついて、エネルギーを下げてしまった、波動レベルを下げてしまった、スパイラルの逆戻りを少ししてしまったとすぐに気がついて、自分を浄化してクリアにして、キャンセルして、そしてハイヤーセルフに、スピリットに届きます、願いは届きます。謝罪して、そして尊敬、愛の言葉、リスペクトの言葉、慈悲の言葉に切り替えて、意識に、念に、想念に切り替えて送ってあげるようにします。みんなもそうしていかなければいけませんという言い方はもう、しません。そうするべきだと私は思います。そうすることによって地球全体が癒されていって、人々一人の人でも傷つくことがない、背中を後ろでナイフで刺されることがない、エナジー的に、そのようなことによって本当に傷が、涙が癒されていって、リリースされていって、浄化されていって、許し、愛と許しと慈悲の心、理解の心のエネルギーが地球を、人類を、私たちを、私たちのコミュニティを包んでくれるので、アセンションが早くなっていくし、個人のレベルでもあなたもアセンションのタイムラインにこうやってアクセスすることがどんどんとできるようになって、その時間が増えていって、それイコール癒しが、ヒーリングがスピードアップされていき、平安で心地よいという時間、満たされているという時間、愛に包まれている時間、そして夢を叶えていく具現化のスピードも早まって、早めることができるようになります。マザーアースは全てのエネルギー、私たちとみんなぴったりとつながっているので、ネガティブもポジティブもみんなマザーアースはぐん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 と吸い込んでいって、そのエネルギーを蓄えて、どちらにしてもまた世界のどこにいる
仲間たち、他のソウルたち、動物たち、自然の中、スピリットたち、人間たち、そのエネルギーを私たちは共有している、シェアしている。だからここから始めていく、あなたから始めていく。もうお互いに指を差し合ったり、陰口をゴシップをしたり、足の引っ張り合いをすることなく、みんな本当にみんなが豊かになって、みんなが夢を叶えて、みんなが成功して、みんながアバンダンスを受け取って、それぞれの方法でそれぞれのワークをしていくことをみんな応援して祈ってあげましょう。そして私とちょっと違うなと思ったら、本当にはっきりと愛を持って、勇気を持って彼らにそのことを伝えて、別々の道に行く。人間のこと、今までの言葉では別離、別れる、離婚する、退職する、パートナーシップを切る、それでいいのです。本当にそれでいいのです。ただ人の責任にしない。誰が悪かったから、あの人がダメだったから、あの人が低かったから、バカだったから、そのようなジャッジメントをしない。ただ違う意識を持っていて、違うビジョンを持っていて、違う目的を持っていて、違う役割を持っていて、違うタイムラインに行くことを、いることを選んだそれぞれのソウルとして尊重し合っていきましょう。ライトワーカーのコミュニティから始めていくべきだと思います。